ここは新見市学校給食センター新見いるです。今日は新見に普段小中学生が食べている美味しい給食がどのように作られているのかを探検してきてもらおうと思います。新見よろしくね。ではいってらっしゃい。はい、よろしくお願いします。はい、ニーミールは令和3年4月から稼働しています。現在、小学校8校、中学校2校の合わせて約1400食の給食を調理員26名で作っています。令和5年4月からは市内全部の小中学校の給食がここで作られる予定になっています。新見、では一緒に探検に行きましょう。ここは野菜の下処理室で、野菜の皮を剥いたり洗ったりする部屋です。野菜は朝7時半ごろ業者さんが運んできてくれます。専用の部屋で量や鮮度、品温などをチェックし記録します。納入された野菜は専用の容器に移され、部屋に運ばれます。学校給食では野菜を3回洗うように決められています。水槽が1、2、3つあって野菜を3回洗っていきます。キャベツなどの葉物野菜は切り分けて葉っぱを1枚ずつ剥がしていきます。葉っぱの間に枯れ葉や虫などがいないか確認しながら丁寧に洗っていきます。はい、洗われた野菜はあそこを通って向こうの部屋に運ばれていきます。ここは調理をする部屋です。洗った野菜が向こうの部屋から送られてきます。これは野菜を切る機械です。そうですね、いろいろな種類の切り方ができますよ。この機械は蒸し子といって野菜を蒸す機械です。さっき切った野菜をこの機械に入れて100度のスチームで蒸します。加熱し終わった野菜はこの真空冷却機という機械に入れられて一気に冷やされます。冷えた野菜は冷蔵庫で保管され、時間になったら和え釜で調味料を加えて混ぜ合わせます。
この機械はフライヤーといって揚げ物を作る機械です。献立によって温度や時間を設定しておくと、それに合わせて揚げられていきます。肉はこの部屋で鮮度や温度などをチェックし記録します。そして専用の容器に移し替えて下処理室に運ばれます。隣の部屋で味をつけたお肉にここで片栗粉をつけて油に入れます。油に入れるとコンベヤーで運ばれて揚げられていきます。揚がった豚肉を温度計で中心部分が90度以上になっているか確認をしているんですよ。揚がった肉はタレと混ぜて量を測って各学年、クラスごとに分けます。これはスチームコンベクションオーブンといって、肉や魚を焼いたり蒸したりする機械です。魚だと1回に約200人分を焼くことができます。温度や時間、水分量を調整してふっくらと美味しく焼けます。これは回転釜といって、汁や煮物、カレーなどを作る大きな鍋のようなものです。一つの釜で約600人から700人分の料理が作れます。調理員さんが持っているものはスパテラっていって、大きなしゃもじのようなものです。とってもたくさんのものを混ぜたりするので重たくて大変ですが、愛情を込めて作っています。ここが炊飯室というご飯を炊く部屋です。まず機械に設定された量のお米と水が自動で出てきます。そしてこの中を釜がゆっくり通っていきながら加熱されていきます。入って出てくるまでにだいたい30分ぐらいかかります。その後蒸らされてご飯が出来上がります。これは攪拌機といってご飯をほぐす機械です。今日は大豆とちりめんじゃこをここで入れていきます。出来上がったご飯はここで量を測って各学級、クラスごとに分けていきます。
ここは各学校に給食を送るためのコンテナがある部屋です。このコンテナの中に食器やおかずを入れて各学校に運びます。食器やおかずが準備できたらいよいよ学校へ出発です。はい、せーの。はい、お願いします。が入れられ、天井から降りてくる機械にセットすると自動で乾燥や消毒をしてくれ、次の日にきれいな状態で学校に送られるようになっています。ニーミン、どうでしたか？給食が皆さんの学校に届けられるまでにはたくさんの人が関わっています。皆さんに安全安心で美味しい給食を食べてもらえるよう、いろいろなことに気をつけ協力して作り運んでいます。これからも感謝して残さず食べましょう。
ありがとうございました。